キングエンターテイナー大西哲也でございます。ディレクターの室崎です。よろしくお願いします。ということでね、今日は、はい、今日はね、哲也の部屋こと、哲也の部屋、部屋ことルームで、はい、あ、なるほど、はい、これが噂の、いや、そうなんですよ、あの大物 YouTuber さんが多数使っているという、いや、そうですね、これが東海オンエアさんが握ったファッションだということで、そういうことですね。そうですよ、ヒカキンさんとか、もう社長さんとかも、うん、その大物 YouTuber の汁が染み込んだファッションで、はい、撮影しております。撮影しております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というのもですね、はい、プレゼントコーナーあったじゃないですか。ありました。初めての、心初めてのプレゼントコーナー、テスコムさん提供でね、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、そのね、抽選を、はい、あのしましょうということで、うんうん、はい、あのうーのね、あの美人バディさんに、はい、お伝えしたところですね、あのこちらのルームを、はい、確保していただきました、ね、はい、いただきましたので、はい、こちらでせっかくですのでね、やっていこうと思います。イエーイ、はい、すごいですね、はい、あの、うん、実質新年一発目の撮影じゃないですか。いや、撮影ですね、一発目一発目、うん、ちょっとあんまり、すみません、気持ちがついていけないぐいぐいっすね、すごいっすね。いやいや、休んだから。あ、そうだ、やっぱリフレッシュが違いますよ。ちょっと感じます。いや、そう、あのね、痛いです。あのね、2日ね、はい、めちゃくちゃ休んだし、あ、ガチ休みが2日あったわけ。ガチ休み2日して、あとね、5日ぐらいは、はい、打ち合わせしたり、はいはいはい、食べ歩きしたり、飲み会したり、休み兼、そう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 、そう、いや、だからね、大変リフレッシュできてありがとうございます。パワーがあります。はい、はい、よろしくお願いします。すごい、金の動きが、はい、ゴココロチャンネルということでね、プレゼント計画、皆様わざわざハガキでご応募ありがとうございました、はい、ありがとうございました。すいません、めんどくさいことさせてしまいました。なんと、こんなに来ましたね。すごいくない？はい、すごくない？いや、すごいね。中にはね、お手紙の方も、ああ、そう、ね、お手紙の方もいらっしゃったりして、いや、すごいですよ。応募総数が 438枚、いや、かける63円ですよ。いや、そうだよ、ちょっとあの郵政公社からなんかあのお礼してもうね、今や年賀状もさ、なかなかこう送らないところが多い中、うん、そうですね、こんなにね、はがきと年賀状含めていろいろいただきまして、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、やっぱりね、はがきにしてよかった。うん、そうですね、気持ちが、うん、めちゃくちゃこう、あの熱い気持ちを書いていただいてね、うん、嬉しかったです。やっぱりあのね、デジタルの文章じゃ伝わらないものがやっぱりハガキにはあると思うので、はいはいはい、でこれからもハガキでやっていきたいなと嫌がられながら悪いけどハガキでやっていきたいなっていや、でもさ、ちょっとこうパッと見ただけでも分かると思うんですけど、はい、見てこの彩り、あ、いや、そう、いや、あのね、絵描いてくれたりさ、そう、あのマスキングテープとかさ、そう、あ、懐かしいよね、イラスト付きとかね、すごい、いや、で、いや、全部ね、我々ね、一枚一枚読みました、押させていただきました、拝見しまして、僕、ね、気になったやつ、気になったやつ、室崎の気になった、はい、いや、あとそのやっぱさ、縁に色付けとマスキングテープが、はい、こう、なんていうさ、抽選ある、投稿ね、応募はがきあるあるっていう、ああ、いや、そうだよね、昔から言われたこと、色、紺色のペンの方が、あ、はい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 、そうそうそう、あったじゃん俺のね、幸子おばちゃんね、あの検証めっちゃ好きで誰だよ、幸子おばちゃん、幸子おばちゃん検証めっちゃ好きで、ハワイ2回当ててんですよ、昔、いや、そういうコツとかをね、やっぱ聞いたことある、そういうの、いや、でも実際、我々初めてこうハガキを受ける側になって、そうですね、確かにって思うよねまあね、いや、いや、抽選は注文だけど、抽選だけど厳選にするんだけどいや、思った、ね、いや、本当だよね。あと、あの写真送ってきてくれたからね。ああ、そうだね、すごかった、うん、キッチンの写真、キッチンの写真ね、 YouTube やればいいのに、うん、あれすごい。あと、あのこんなに、いや、文章も結構ちゃんとすごい、うん、ちゃんと書いてくれてて、うんうん、熱量もすごい伝わるけど、うん、心チャンネルって言ってる人とか、あ、心チャンネル、そうね、うん、ここまで来てと、うん、心ケッチとかね、そう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 、まだいるんだ。あと、ギャグなのか、うん、本気なのか分かんないけど、あのジャンボとかさ、四角形とか書いてる人、はいはい、ええー、うん、四角形って書いてた人がいる、あ、四角形ってね、どっちよ、そうそう本気で言ってんじゃないかなみたいなね、あとなんか郵便はがきが通じなくて買えなかったって書いてて、あ、コンビニでね、多分、ああ、若い人だったんじゃない、うん、そうそう、郵便はがきくださいって言ったら郵便はがきってなったっていうことね、怖い、時代だね、いや、確かにでもありえるよ、いや、そうだね、うん、今のね、バイトしてる学生さんとかは、うん、はがきなんて
いやもしかしたらね見たことないとかそういうありえるよね。あるよ年賀状と絵はがきとかしかないみたいな、うんうんうん、いや恐ろしい。あとあの結婚します報告が何件か。ああそうですね、すごくない。いやすごいですね、なんかめでたい。あとその女性からの応募がすごく多かったけど、あそうですね、うん、あの絶対に彼氏の話をしてくれる。そう、そう、それはある。あのね私が大好きで見てますって人、いやいたけど、うん、もう9割彼氏と一緒に見てます。そうだね、で彼氏がこんなに素晴らしいですっていう内容を、すごい、はい、いや、いいよ、うん、だから、いや俺がね思ったのはね、やっぱりねあの女性の応募がすごく多い。あそうだね、女性の応募が多かったね、うん、やっぱりね、検証ってね女性の文化なのかもなって思った。本当ありがたいですね、あの女性からのメッセージってなかなか言った時、いや男性の方が嬉しいんだけどさ、普段はあの実感はできないじゃないですか、うん、そうですね、女性ですって言ってコメントする人もいないし、うん、でも今回ね、いやハンドルネームとかさラジオネームが書いてあって、うん、それプラス本名も書いてあるんですけど、うん、分からないね性別は、うん、普段のメッセージとかから。だから我々がおじさんっぽいなと思って見てるコメントも実は女性の方だったりでおばさん、逆におばさんだったりするかもしれない。いや主婦歴40年ってめちゃめちゃ参考にしてますから。そうですね、ありがたいですよね。で室崎さんのツッコミ面白いですって、うん、室崎陽子コメントもすごい多かったね。多かった、うん、そうあの意外とおばさんにモテるんだなおばさんかどうか分かんねえ。いや若いかもしれないさ、主婦歴40年ですとか娘が15歳ですとかさ、いたじゃん、うん、そういう人たちが、うん、いや室崎さん面白いですって書いてるから、うん、俺絶対その層にめっちゃ受け悪いと思ってたんですよ。あの若い子ならまだ受けるぐらいだけど、ちょっとあの僕と同世代もしくは上の方からは、うん、アイスサイド悪いなと思われるんじゃないかなと思ってたけど、意外と大丈夫だなって、あと男性も、男性はね気持ちが強い。そうあのあの好きすぎて、好きすぎてね、あのもうびっしり書くんだけど、最後にねびっしり書いてるにも書いてるにもかかわらず最後にね書けなくなってるっていう人がね何人もいる。ペース配分間違ってそう、そうだんだん狭くなってて、下もちょっと読めるかどうかぐらい、最後米粒に字書くみたいな芸術性になってきてる人が多数いらっしゃいました。ありがとうございます。でハンドルネームいろいろあったじゃないですか、はい、あハンドルネームね。でいやもちろんさ、今回のために急増で作ったのもあったり、うんうんうん、あの元から使ってる見た名前もあったし、あったんですけど、はい、僕がなんか一番笑っちゃったのが、はい、あのプリケツっていう名前の人がいたんですよ、はいはい、まあ、別にその名前自体は ね、ハンドルネームなんであれなんですけど、うん、でプリケツかっこ次女のケツがプリプリしてるからって書いてて知らんしと思ってマジでウケる。しかも次女でその次女がチャーシューかなんかを作って、うん、あのお店のより美味しいって言って買いましたお店のより美味しいっていう次女、もうまあまあの年齢なんじゃないかと思って幼稚園ぐらいは行ってないとね、お店のっていう判断はできない。そうだね、いやもうそのなんか家族愛みたいなの伝わるさ、ね、すごい良かった。いやそうだね、あのね幸せ家族報告非常に良かったね。いや嬉しいよ、ね、いや嬉しい、いやそんなにね、いや俺がね何気なくやって、何気なくやってなんとなく伸びちゃったね、YouTube チャンネルがさ、そんなに人々のお役に立ててるなんて、その幸せファミリーのね、なんか実感させられましたよね、うん、皆さんにこうあのいい影響を与えることができているんだなっていうのを実感できて本当に嬉しい気持ちになりました、はい、ということでご応募誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ココカロチャンネル、それではね抽選していきますか。いよいよ抽選に参りたいと思います。じゃあちょっと袋に詰めていきましょう、はい、そうですね、商品ごとに分けていきましょう、はい、スティックブレンダーから、スティックブレンダーから、はい、取ります。ガチ抽選です。いやスティックブレンダーマジ便利だからね、あれあったらあれだね、あのフードプロセッサーもビッツさんもいらないかなって感じ。よし、いくぞ。めっちゃ揃う、すごい、あった、すごい。それではスティックブレンダー当選者発表します。福岡市、ハンドルネームイルカ13、イルカ白、イルカシロ、ハンドルネームイルカ13さんもしくはイルカシロさんおめでとうございます。メッセージ、はい、メッセージ発表します。シェフロピアさんとのコラボ動画で
ココロチャンネルさんを知り楽しかったので興味を持ち、最近チャンネル登録したばかりですがレシピ参考にさせてもらってますが、分かりやすいので助かります。これからも頑張ってください。20万人おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ガガガガ、おい指摘すんな。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。女性の方ですね。女性の方ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。福岡島で、そうだね、じゃんじゃんね、ほらトマトソースとか、うん、いろいろ作れますんでやっちゃってください。はい、じゃあ次、はいよ。実は本命のコンベクションオーブンより高価だという、あ、そうだね、真空ミキサー。発表します。西東京市にお住まいのハンドルネームケンタントさん、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ケンタントさん、はい、動画の感想メッセージ発表します、うん、いつも毎回楽しく拝見させていただいています。大西さんと室崎さんのやり取りが絶妙で会話に大笑いさせてもらっています。特に面白いのが他の YouTuber の方々とのコラボで YouTube でつながらなかったらありえない組み合わせが実現されているのが素晴らしいと思います。今後ともお体に気をつけて楽しくためになる動画の配信期待しています。ありがとうございます。体に気をつけます。いや、お体に気をつけてくださいというおはがき多かったですね。いや、そうですね。いや、ありがたい限りですよ。いや、本当に今日もね、漢方の病院行ってきたから。あ、素晴らしい、うん、ね、真空ミキサーはね、スムージーとかめっちゃ美味しく作れるから、うん、健康にね、うん、役に立てると。俺もね、テスコムさんから真空ミキサーいただいてます。あ、なるほど。はい、ぜひ使ってみてください。使ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。では、最後にこれ取っちゃうよ。触ったらあかんじゃん、これ。いや、今度はね、一撃で取るわ。最初に人差し指に触れたやつ取るわ。さあ、それでは低温コンベクションオーブン。低温コンベクションオーブンですね。はい。これがなんか一番さ、いや、他のももちろんあれですけど、うん、熱意のあるコメントが多い。いやー、そうだね。なんだかこう、やっぱり動画に関連したね。あとね、彼女さんね。はい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 。まあ、彼氏のサプライズプレゼントにしたいっていう人めっちゃいた。いないよ。いや、それでお店にも多いのさ、彼氏のサプライズにしたいっていう女性が世の中にめっちゃたくさんいる。あれか、女性はサプライズにしたい。ココロさんからもらったのを、うん、そうあげたいみたいなことか。そう、あ、そう、あ、ちょっと我々のところに経由したのが価値があるっていう認識があまりないから。あ、そうですか、なるほど。いや、それは嬉しいよね、彼氏ね。確かに ね、そうだね、彼氏好きだったらね。おし、そうだな、三人称さんのファイン入りプレステとか欲しい、欲しい。あ、はい、じゃあ行きますよ。俺の右手が真っ赤にうなる。すごい時間だ。はがきを引けと轟き叫ぶ。行くぞ、バークネッツ。お父さんの方、ゴッドフィンガー。やめれる。ヒートエンド。おおおやる。いやー、やはり形に特徴あると勝つという法則が封書だね。封書です。しかもこれね、はい、なんか一番凝ってた、はい、で絶対女性かと思ったら確か男性だったんだよ。それではですね、低温コンベクション音部発表します。静岡県掛川市にお住まいの宮田雅宏さん、ありがとうございます。宮田雅宏さん、かっこ本名で大丈夫ですさん。はい、おめでとうございます。すごい、はい、いや、字うま。いや、うまいね。字うま、ね、筆ペンかな、あとジャムのシール、筆ペンス、あ、ジャム、はい、あ、甘さ控えめジャム。これで届くんだね、はい、届く。開封後はお早めにお読みくださいだから、あれ、そうそう、これ、そういうやつなんだね。そうそうそう、はい、ね、ジャムピ、ジャムじゃん、ピーナッツバター for you クリーミーって書いてる。メッセージ、大西様、室崎様、いつもお腹のすく動画楽しませてもらっています。中には一般家庭では難しいものもありますが、一人暮らしをいいことに器具を揃えつつ参考にさせていただいています。今後も無理をしない程度に投稿していただけたらと思います。短いですが新年もよろしくお願いします。視聴者の一人より、名前言っちゃったけどね。入ってるじゃん。はい、はい、雅宏さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いいね、凝った会があったね。凝った会があった。いや、皆さんね、皆さんおはがきぜひ発表したいんですけれども、いや、なかなかね、数に限りがございますので、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、いや、あれですね、
抽選ももちろんなんですけど、メッセージを伝えたくて送りましたみたいなのも結構いて、すごい、大気持ちになりましたね、はい、いや本当にね、元気づけられました、うん、口は守ってないですねまたなんか機会を見つけて、いやそうだね、今はもう、ね、もらったもんじゃなくてさ、いやそう、我々が投資して、我々がこう身銭を切ってちゃんとプレゼントを ね、しなきゃいけないね、ちょっと考えて、ね、考えていこうかなと思います。今年もなんとか30万登録を目指して、ね、いやそうですね、まあいやまあ24万登録を目指して、めちゃめちゃ圧倒的なあと1500くらい、大西はね、今年はね、堅実とこう攻めのこのメリハリをね、しっかりするっていう、おー、なるほど、はい、年にしようと思ってるから、じゃあまずは24万、うん、まずは24万登録目指して頑張ろうと思います。いや今年はね、俺はココロチャンネルはね、まあ、盤石さを築く年だと思ってます。なるほど、いろいろね、いろんなことをやりながらも、はい、足元を見ながら ね、はい、一歩一歩、はい、できることをやっていきたいと思います。今まで通り、はい、ということで皆様、当たった方、そして応募いただいた方、ご覧いただいた方、大変ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんのこれからの楽しい生活のためにも、チャンネル登録、そしてグッド評価、チャンネル登録のこのベルマークの設定もお願いします。何にお願いしてるの何に対する懇願なんですか。いやなんかさ、いや生活のためにこココロチャンネルを見てくれてる人たちが多いからさ、我々がこう存続してやっていけることによって、皆さんの生活がさらに充実したものになる、そういう人たちが増えると。そうしかし、はい、この動画を見てる人はおそらく 99% チャンネル登録してるという。そうだね応募人した人しか見ないかもしれない、はい、うん、そうだね。じゃあベルマークの設定をぜひお願いします。そうですね、記念にね、数値の設定もしてます、はい、みたいな人も多かったですから、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもよろしくお願いします、はい、それでは皆様、これからもよろしくお願いします。いくぞ、1、2、3、支度。ココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いします。福山雅治です。はい、なかなかね、結婚式ぐらいだよね、人の幸せでニコニコできるのは。ああそうだねこれ読んでて、まあまあニヤニヤしたもんな。アンチハガキは一枚もなかったね。なかったね、うん、なかったけど、うん、僕がめっちゃ好きで、うん、北海道出身の彼女に勧めたら、あの人はどうもうさんくさいから嫌だって言って見てくれませんでしたって、てめえそれ書いてんじゃねえっていうのがあったけど、いやそう、彼女もしくは奥さんにココロチャンネルが認められないっていう書きは何枚もあった。いやいいよ言わなくてって言ってくれる。そんな正直さなんだやっぱりそうなんだっていう。